はい、こんにちは。今日は10月10日、10月10日のニュースです。2つあります。1つは、最近ケムトレールが全然ないんですよね。全然飛んでない。あれ、東京の地下のね、大掃除やってたあの辺りからね、全然ないから、不思議だなと思います。もう一つ、これは日航ジャンボ機123号機墜落事故の話です。これ最近なんかで見て、笹生さんかな、それあの飛行機にはね、エンペラーのね、棺が乗ってたっていう話なんですよ。そうすると、その要するに墜落機を墜落させるその動機がね、今まで全然わからなかったんですよね。それなりの動機がなければ墜落させないはずだから。森永拓郎、あの人の話だと、ファントムが追尾してて2機ね、ほんでなんか練習弾が当たったとか言うんですけど、それはまあありえないですよね。っていうのは、墜落現場に最初にね、行ったのは米軍なんですよね。それで火炎放射器で焼き払ったわけですよね。っていうことは、その時自衛隊もね、来てたらしいんだけど、近づくなってことで開けるまで、近づくなってことを指令を受けて待機してたらしいんですよ。それで部下がね、でもその今まだ生きてる人がいるかもしれないから行きましょうって言ってね、行ったら上官がその人を後ろから射殺したそうです。それだけの指示を受けてたわけですね。で、米軍が処理が終わった後、自衛隊が入った。で、生存者っていうのは、そこの尾根じゃなくて、別の尾根に落ちてた人たちで、そこの尾根の人たちは、墜落現場の、あれは全員、もう火炎放射器でね、黒焦げになるまでね、焼き払われてるんですよね。なんかそこまで神経質にやったってことは、やっぱエンペラーの棺を運んでたんじゃないかっていうのが、なるほどと思われるわけですよ。で、なんでそのエンペラーが、要するにエンペラーは1985年で、亡くなったのが89年、4年だけど、その吐血したとかなんとかで3年半ぐらい前っていうか、結局毒殺されたんじゃないかなと思うんですよね。ってな、頻繁にあの頃はね、ヨーロッパとかにね、行ってましたよね。あれはやっぱお金持って行ってたんじゃないかなと思うんですよね、向こうの皇族たちに。それで、まあその誰かの逆鱗に触れて、結局殺されたんだ。あの頃はまあ日本の総理もどんどん殺されてましたから、殺されたんじゃないかなと。で、まあその3年半ぐらいは皇居に置いといて、で、あの時に運ぶことになったんじゃないですか。だからファントム2機が追尾してたって言うけど、あれは護送してたんじゃないかと。まあ、棺を運ぶんだから最終便ですよね。極秘のあれだから。どうしてそこに運んだ、極秘で運んだのかわからないけども。で、焼き払うっていうのは、それを完全に証拠をなくすために焼き払ったんじゃないかと思うんですよね。まあ、そうじゃないかなと思いますね。